どこ行くんですか？釣り。釣り。釣りできんねんな、今日。ちょっと田舎に癒されに行きたいと思いまーす。重い。うん。今日いっぱい入ってんの。今日はこんな感じです。もうニット帽に寝るシャツに秋仕様でございます。ニット帽まだ暑いかなっていう感じなんですけど、で下はスニーカー。こんな感じ。いただきまーす。ちょっとどいて。ゴミ捨ててくるわ。うん、ゴミの。ちょっとどいて。後ろいて。父ちゃん運転するから。レッツゴー。寝ててもいいで。滋賀県に入りました。マス釣りに今日行くんですけど、息子がね昨日からめっちゃ楽しみにしてて、釣り行けんねんって今一旦宿に向かっております。宿がね、してたらめっちゃいい感じのところで、昔の家を改装して、トイレとかお風呂とかだけはちょっと現代風というかいい感じになってて、滋賀は大阪から近いんで結構いつもキャンプとか行くとき滋賀行くんですけど、牧野高原とか、あ、そうそうそう、牧野高原ってとこに私たちは行って、スノボでよ行ってるんですよ。近いからな、大阪から。大阪から近くて1、2時間ちょいで行けるんで。仕事でも行けるで。他の場は行ったことあるけど、あ、程よい田舎ね。最近自然行ってないんで、自然に触れて癒されたいなと思います。息子普段自然に触れる機会が少ないんで、今日目いっぱい自然触れもらおうかと思います。どんな反応するか楽しみやなっていうか、今楽しみ。どんなんやろな。なんや、琵琶湖。琵琶湖マジで海みたい。すごい。こんなんあんねんな。これがメタセコイア並木。綺麗ね。なんかすごいよな。うん、紅葉めっちゃ人気やな。ここめっちゃ人気やで。綺麗もん。グランピングやで。ここおしゃれグランピング。マキノコメンとかもなんかイベントやったりしてんもんね。アウトドアイベントみたいな。子供が行けそうな感じのキャンプ場やれ。うん、行けると思う。高原系はファミリーよう行ってるやん。牧野高原人気、人気やんな。私たちの思い出の地です。思い出の地。プロポーズしてもらったキャンプ場。キャンプ初心者行きやすいやん、牧野高原沿い。行きやすいな。うん、到着しました。もうね、雰囲気がすごいここいい感じで楽しみですね。楽しみです。どんな感じやろ。早速感じてるよな。早速感じてる。良さそうな雰囲気。しかもアヒルさんが、アヒルさんがいてます。可愛いな。休憩してるわ。では今からルームツアーさせていただきたいと思います。はーい。チャーチャーチャーバタフライやな。うわすごい、めっちゃええ匂いするし、なんか田舎の匂いする。大きいな、煙突もあるわ。いろりがめっちゃいいやん。なあ、かっこええな。ルームツアーしよう。探検行く人、じゃあ靴脱いで、靴脱いで探検行こう。靴の中で、そう、これで靴脱いで探検。クーラーついてるよな。めっちゃ涼しいけど。ついてない。え、ついてない。めっちゃいいやん。今回お布団いいね。お、気持ちいい。ガラスがいいよな。なんかこの縁側がさ、縁側ええ感じやん。ええ感じやん。さあ、だがね、こう神やからな。ええな、縁側。ええやん、縁側。父ちゃん、ママおんで。ママおった。寝てる。寝てる。お前、寝てる。気持ちよさそうやな。寝てるわ。全然してんな、気持ちいいから、うん、こっちはキッチンです。キッチン、棚がかっこいいよな。かっこいい。こういう台でな、作ってこっちで、え、IH じゃん。しかも冷蔵庫、カトラリーとかが入ってます。器、これ何、これも食器か。コーヒーメーカーも置いてくれてますね。何がいいってこの囲炉裏やんな。と、かまずやん。あ、これや。
かまどすご。今日はこれでご飯を炊くので。ふうふうしなのちゃん、しなのさんちゃん、これで。ほんまや、これで。きょくちゃん、こっちや。こういう感じ。うん、ふうふう。しょうがいちゃん、つけたらあかんで、こっち。こういう感じ。ふうふうしなの。すご。すごいよ。これ暖炉？暖炉ええな。行くよ、こっち。ん？どこ？どこやって、気付けや。あ、一緒に行ってるよ。気付けや。気付けや、浅くないぞ。いや、つけてくれる？じゃあピッピッと。はい、バッコ。すごっ。かやぶき。すごいよ。そこ、手すり持ちや、ここにある。たっこ、すごっ。これはかやぶきやね。へぇ、すごい。これすごいな。え、いい匂い、サウナの匂いする、いい匂い。ちょっとやめろって。すごっ。あったかい、ここなんか。あったかいな。トランプできるやん。じゃあじゃあおったら、間違いなく大富豪場所や。すごいな。なぁ。関係？すごいやる、こんなんないで、こんなん。貴重体験やで、こんな何百年前からこの。すごいな、これかやぶき屋根です。なんかすごいサウナの香りがしてさ。気付けや。普通に怖い。足横にする。横にこう行かなあかん。何ここ、この部屋すごっ。あ、これも部屋や。だからすごいな、ライトも可愛らしく。日本の子だ。もしもし。黒電話の使い方わからんやろ、最近の子って。さっとリンカーするぐらい。え、これ冬に薪ストーブしたいな。かまども楽しみやけど。もういいよ。上じゃない、上には行ってない多分。うん？あちゃんたちが隠れようや。じゃあバスルーム見てないで。バスルームどこ？これがバスルーム。帰って。いい感じやん、お風呂。あ、お風呂素晴らしい。しかもめっちゃ広いな。広い。だいたい洗面台も。広い。それ置いといて。ここはもうなんか現代でめっちゃいいな。水回りが、あ、めっちゃ綺麗。トイレも、父ちゃん隠れて。ん？ちなみにここにテレビ見つけたで。テレビもある。ここにテレビ隠れてる。隠れて、隠れて、お前。お前、テレビがここにある。隠れて。これ？うん、隠れて。どこに隠れる？どこにする？もういいかい。もういいかい。もういいかい。どこや？ここか。声聞こえるぞ。こっちか。うん、うん、言うてもてるやん。見つけた。そのこれ、トイちゃん隠れて。声でかいからすぐ見つかる。アヒルさん。いいもんだ。トンボが止まってる。そうよ、だってのだと。だってのえ、どうよ、何が。そう、そうそうだ。今からサメが養殖場でマス釣りに行きたいと思います。こっから1時間、約1時間ぐらいなんで、ちょっとドライブ。宿めっちゃいい感じやったな。よかったな。よかった。マス釣って、マス釣ったやつが今晩の夕食なんで。いっぱい釣るぞ。釣られへんかったら今晩の晩飯なしということ。温度どんぐらいなの？なんか寒そうな気がする。俺 T シャツが飛び出してきたけど。多分寒いと思う。息子は結構ね、しっかり持ってきたんですけど、ロンティーと上羽織るやつ持ってきたんですけど。楽しめるんじゃないかなっていう感じでございます。じゃあ高島市から1時間ないぐらいのところにある米原市に行きたいと思います。ちょっと曇ってきたんですけど大丈夫でしょうか。大丈夫でしょうか。まあ、雨、え、降るってなってたっけ。雨の時の方が強いかもしれない。そんなん関係ない、養蚕場やと。どんなに雨の時の方が釣れるって。それ海やろ。いやいや、川。コランビアかやろ。もう見える水全部やから山これ。多分これ寒
寒いな。寒いな。最悪や俺。急がすから。絶対寒いやん。俺絶対寒いわ。水めっちゃ綺麗やん。寝起きマックス来る途中吸い取って全然来やすかった。困んかったな。全然、うん、全然困んかった。スーッと来れました。息子もバックス寝起きフィッシング、寝起きフィッシング行けます。機嫌も良くなさそうやけど行けます。大丈夫。魚見たら多分テンション上がると思う。ここあれやで、日本一歴史あるマスの増養殖施設、うん、フィシアルって書いてた。楽しみやな。釣ったマス調理します。いやでも締めたりできひんで。それはやってくれはんじゃん。そうやろ、施設の人が。ちょうど柔らかい気温です。俺も思ったより全然大丈夫。もっと寒い思ったな。小さな魚、小型よりもしよ、塩焼き食べていただけるので。店作ってたら5回。はい。大型の。めっちゃオンで、マス。やったことあるん。釣り？釣りやったことあるん。釣りある。行くぞ。持っときよ。すごい。いやバレた。え、食べられたやん。バレた。うん。で外すなあかん、ペンチで。ペンチじゃない。ちょっと待って。すごいよ。うわあ。取れんの？無理。網貸して。気をつけ。いけた。うわ、ゲットン。こういうことね。やったな。来た。よっしゃ。ナイスフィッシュ。危ない。取られた。行くで。持っていくな。行くで。もっと持って。来た。よし。これ。でかい。ゲート。ゲート。とりあえず晩飯は。うわ、バ。これ。うわ。逃げられた。よし。取れへん。えぐいことなってるわ。あ、やってもらった。ちょっと落ちなや。カオス。危なかった今。一緒にさ、ね、落ちてったらどうしようと思って。俺が。あ、そう。とりあえず私があの一家の大黒柱として責任持って2匹釣りましたんで。あ、釣れた。バリいいやん。ちょっとこっち向け、こっち背中向いて。背中向いてるから。どうやって外すの？あの、こうやって。こうやって。うん。バリうまい。ナイスで。ハマってきたかも。そんな食べれるか。鳩の羽やそれ。そこ釣ってんの見て。もうちょっと体前行けてな。もうちょっと前行けて体。行けますか。外しましょうか。じゃあ魚。怖かったやろ。ちょっと釣れた。結構でかいぞ。でかい釣れた。でかい、うん、でかい。逃がすなよ。外れたって、逃げたって。逃げた。ああ、残念。でかかったのにな。逃げた。じゃあもう一回行くで。行くよ。せーの。よいしょ。今でどれぐらい？5や。5匹？うん。おい、やるやん。0.95 約1キロ。ガブーンってきたらどうする？はい、行きます。プクプクしてるな。はい、じゃあ内臓の処理させてもらいますね。ありがとうございます。お願いします。今日食べれる。すごい。あげてね。この絵もいいんやって。おお。せーの。うわすご
まーす。すごい、ありがとうございます。ゲットン、今日のご飯綺麗、めっちゃ綺麗。てててて、なかなかできひん体験をしています。なんとかありつけましたご飯に今日の晩ご飯なしかと思われたんですけど、なんとか釣りほぼ初めてやけど楽しかった。しかもめっちゃおるから、小学生の子とか自分でできるからめっちゃ楽しそう。そうやな、すごいじゃない、人もいけるよな、めっちゃ数おるから。めっちゃ楽しかった、めっちゃ楽しかった、大満足やな。水きれいでめっちゃいいとこやったよな、うん、久々の自然に癒されました。綺麗やな。ハロウィン仕様で。いい感じ。紅茶屋でロイヤルミルクティーやな。めっちゃうまそうやん、美味しかった。それ長浜市にあるフレンドマートにやってきました。今日はここで食材調達して、じゃあ郷土料理作ってみようか。そうやな、ええー、な、うん、ちょっとググりたいと思います。そうやな、花見しようか。よっしゃ、地元のパンカラーリング最後、可愛らしい、うん、これ、はい、地元の味噌あるんかな。あるんかな。滋賀の郷土料理がいとこにエビ豆で醤油飯。どれがいい？醤油飯があるけど炊き込みご飯みたいな。じゃあ醤油飯作ろう。地元のだし。誰飽きようとしてんの、うん、これは違う、でもやつやん、またな、後でね、うん、ナイス、あ、ちょっと裏も、手の甲も手洗ったよ、手洗った、違うよ、すみやん、パチパチ打てんな、打ったらダメやで、うん、触ったらダメやで、やめまーす、釣ったやつやで、すごいな、持ってたのよ、食べてみ、で触る、触ってみ、うん、かわいそうや、かわいそう、いただきますって言わなかった、いただきます、ご飯もあるで、ほら、ん、塩だよ、それ塩やで、ご飯ちゃう、塩、先釣ったマスです、今から焼いていきます。干し椎茸って書いてたんですけど、あの戻す時間ないので普通の椎茸でいきます。これをこんないらんかな、めっちゃ結構あるんやけど、こっちおいで、こっちやろ、上からゆっくりね、パラ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 って、めっちゃ熱いから、こっちいける、かろうじで、ありがとう、いっぱい釣れたな今日、1、5、3って何、はい、こんな感じで、タイヤで、タイヤで何やってんの、絶対美味しいやん、これでお米炊くんすごいろ、お魚はあっちやん、タイムスリップって感じ、せやな、
絶対うまいよな。確定やん。確定やん。だってもういい匂いするもん、だしの。こう手で水の傘を測っていただきたいんです。手のひらつくように。今2です。2ということ。なんか昔やれんかな。それ指立てやん。いや、そうなの。手のひらで今2ですって意味わからへん。昔あの飯盒炊爨でやったやん。濃縮やったらコークなんで結構。いいんちゃんもいいじゃん。え、やりすぎた。いや大丈夫。やりすぎました。大丈夫と思います。ただもう火入れて火入れて。そうですね、ここを手で覆っていただいて、息が口元から漏れないように。吸ったらあかんで。あの、いや、もう。とりあえず大丈夫だと思います。ありがとうございます。すごいな、この体験。楽しかった。え、めっちゃ楽しいし。30分ぐらいで。はい。これずっと見とけるやん。地元の方なんですか？僕の出身愛知県で、滋賀が好きで来ましたね。へぇ。何年前ぐらいの？ 8 年ぐらい。じゃあ今おいくつぐらいですか？30、今年で30。あ、同い年ですね。91年。あ、すいません、サバ読みました。1個上になります僕らは。そんな年齢から一人でここやってるってめっちゃすごくない？すごい。いや、めちゃくちゃすごいな。どれ？好きな色は？見てて。さっきまで喋りかけ撮ってるよ、めちゃめちゃ。食べよう食べよう。そんなブリンブリンやねんて。かっこいいね。かっこいいやって。どの色が好きなの？難しい。なんでだ。色味とかは全部自分でやりますね。独学っていうんですか？独学ですね。すごい。まあ、大工さんに聞きながら。すごいな。いきまーす。おお。え、めっちゃうまそう。いい匂いする。いい匂いすんな。おお。絶対おいしいやん。よし。ちょい飯完成でーす。あーって、あー。おい。食べるか。食べるで。どう？めっちゃうまいんかこれ。何これ。絶対美味しいやん。いただきまーす。あとこっち。うん、美味しい。かまどの。めっちゃいい感じ。炊き加減もバッチリやん。てかお米がめっちゃ美味しい。美味しいな。うん、つやつや。うまっ。これだけで満足してるんやけど。これももう、いけるんで、いっちゃってください。うまっ。食べてみ。ピチピチ。みーすごいなこれ。おいしい。最高やん。バリジューシーやん。ちょっと魚おいしいな。食べる？これやん。バリでかい。2杯目です。いただきます。いただきます。2杯目。無理しんどい。418円です。ご奉仕価格。めっちゃできる。こう？うん。よし、きれいきれい。やっと息子が寝た。久しぶりにテレビ一日ない生活したかも。朝から。そうやな。一応あんねんけどな。見ようと思わなかったな。見ようと思わなかった。息子も別になんか見たいって言わへんかったよな。そうやな。それは結構感動した。なんか自然めっちゃ今日感じた気する。滋賀から大阪まで通ってる家族も全然おるんってことだな。うん、おるやろな。息子は今日めっちゃ楽しそうやった気する。川もテンション上がった。普段やったらさ、虫の音とかせえへんくない？家ではせえへんな、虫の音は。虫の音いいよな。いいよな、虫の声。ザ・ど田舎みたいになったら、ギャップが。ギャップがすごいけど。程よい田舎やな。そうやっては一度こういう田舎でしてみたい。憧れはちょっとあるよな。うん、大阪におったら、まあ、結構ガヤガヤしてるやん。そう、人の多さの違いかな。ここのオーナーさんも移住者らしいしな。うん、愛知からここがめっちゃ好きで、愛知も近いもんな。この動画を見て滋賀県移住興味が出た、詳しく知りたいっていう方、概要欄に滋賀県移住について詳しく詳細載せてるので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。ちょっと人口多めのとこに住んでる人に一回体験してみてほしい。感想を聞きたいと思う。人に疲れた人たち。そうそうそう。実際移住してる人にコメントで教えてくれて嬉しいな。リスナーさんにおるかもな。今やっぱ流行ってるやん、移住さ。ぜひぜひ、こんなとこがいいよってあればぜひぜひ、うん、焼きサバそうめんいただきます。この郷土料理やね。いや、そこにちょうどいいんちゃう。あれれ、
お。さあじゃあ大好き。何か食べる？な。散歩行く？すごい。あきらもすごいって言うてる外で。倒したらあかんで、うん、よし、こっちこっちこっち、もうちょっとやったのに、まあよ、ちょっと短い、これラスト行こう、行くで、ちょんしてみ、おー、わーおー、ゴー、おー、おー、イエーイ、よいしょー、つやつやなんで？なんでこれこっちにもでいいね。あっちにあるかと思ってんやろ。すぐにゆくくいとか言っててよ。ご飯の。時期とね。やんなる。あんた。せーの、1、2、1、2、出て、あげて、あげて、え、まだまだ、せーの、頑張れ、お散歩行こうか、散歩琵琶湖こどもの国そっといただける。お、お、あ、こけた。お、お、お、お。冷えても美味しいもん、醤油飯。昨日の夜に見たあまりね。いいんだこっち。うわめ使える。うん、知らんかった俺たくあん入ってんの美味しいわ旅行自身ありがとう、はい、ありがとう初めて食うたわ生まれてたくあんパンはコーヒー干しなんだ紅茶やろチーズケーキと紅茶って書いてあるこれ、うん、美味しい美味しそうチンマイ購入